ハレルヤ、保サナンナ聖火隊の美しい賛美、またヘピシバ賛美チームの賛美にも心から感謝いたします。私は今日、詩編122編、1節から9節の御言葉を通して、平安とえのあるエルサレムという題名で御言葉を語りたいと思います。最近、ニュースを見てみると分かりますけれども、中東のパレスタインの地域、 ハレスチナの地域に今戦争が起ころうというそういう状況にあります。もう数百人数千人が死んでいますし、また多くのロケットを発射しながら、えー、本当に戦争のような状況が今続いています。このような戦争の中心にある都市が今日のエルサレムという場所であります。今日の本文にまた出てくるエルサレムですね。 今日はエルサレムについて見てみたいと思います。なぜこのエルサレムを置いて命を懸けて戦うのでしょうか大きな1番目です。中東の火薬庫、火薬庫、えー、エルサレム、中東の火薬庫。 この火薬庫という火薬のある倉庫という意味をですね戦争の起こっている地域を比喩的に語っている言葉でありますけれどもエルサレムが聖書に出てくるのが最初出てくるのがサレムという場所であります創世紀14章18節を見るとアブラハミ・メルキセデクに出会ってそしてメルキセデクがサレムの王であると語っていますねその時が 今から4100年前です。ですからエルサレムという都市はえとても長い月日が経っている場所であります。このサレムというのは平安という意味があります。平安。ですからエルサレムというのは平安の町、平和の町という意味です。しかし今ニュースを見ているとどうですか平和がありますか平安がありません。戦争が 途絶えることなく続いている場所がこのエルサレムなんですね。ではなぜエルサレムがこのようになってしまったのでしょうか。今、三大宗教と言われる、世界の三大宗教と言われる、キリスト教とユダヤ教とイスラム教、これが、えー、アブラハムの宗教とも言いますね。アブラハム宗教と。なぜアブラハムの宗教かというと、この3つの宗教がすべてアブラハムから降りてきているからです。キリスト教は アブラハムを信仰の父と語りますね。またユダヤ教ではアブラハムの子孫と言いながらイサクから出てきた子孫がユダヤ人だと言います。またイスラムはイスマイルを通して出てきた子孫がこのイスラム教の者たちなんですね。この3つの宗教がすべて エルサレムを一番神聖な場所、聖なる場所として語っているわけですね。なぜエルサレムをこのように一番聖なる場所とするのでしょうかそれはエルサレムの中心に岩のドームがあるんですね黄色。金色の形をした寺院があります。このような写真の。 姿なんですけれどもこれが岩のドームと言われていますそしてこの場所の地域を聖殿の場所と言います聖殿の山という宮の山と全てがこの見えているところが聖殿の宮と言われています聖殿の山とこの場所がソロモン聖殿があった場所なんですねソロモンの宮があった場所このドームの中に何があるのかと なぜ岩のドームと言われるのかというと、本当にこの中に岩があるんですね。岩があってその上を覆っているドームがこの岩のドームなんですね。英語ではファウンデーションストーンと、基礎の石と言うんですね。この岩のために争っているわけです。この岩の岩を置いて争っているんですね。ではなぜこの岩が重要なのでしょうかイスラム教では えー、預言者であるモハメットがこの岩で、えー、天に昇ったと語っているんですね。ですから重要な場所だと語るわけです。そしてまたユダヤ教とイスラム教も同じようにこの岩を神様が天地万物を創造されたその場所であると信じています。そしてその横にある土を通してアダムを作ったと語っているんですね。 またユダヤ教では、まあ、キリスト教も同じようなことを語りますけれどもその岩がまたアブラハムがイサクを捧げた場所であると言いますこの山がですねモリアの山ですモリアさんなんですねそしてダビデがここで罪を犯しそして悔い改めた時に神様が答えられた場所でありまたここの場所がオルナンの畑だと いうわけですねそしてここがまたソロモンの、えー、聖殿、ソロモンの宮の、えー、場所であります。ソロモンの宮も,ヘロ,デもヘロデの宮もすべてここに、えーえー、建てられたわけです。また多くのキリスト教クリスチャンたちが第三の宮、第三の聖殿、エゼケール聖殿もそこにまた建て上げられなければいけないと語っています。多くのクリスチャンが エゼキエル聖殿がここに建てられることによって世の終わりが来て主の再臨が来ると語っているわけですね。このように考えて、このようにまた信じるからキリスト教、ユダヤ教、イスラム教がこの一つの場所を置いて争っているわけです。しかしここに間違った信仰が多くあります。間違って考えていることがあるということなんですね。例えば、 天地万物を創造したというのはこの岩から始まったわけではありません。神様は無から有を創造されましたよね。ヘブル11章3節を見ると、信仰によってすべての世界が御言葉によって出てきたと語っています。ですから、現れているもの、見えているものは現れているものが出てきたのではないと。ですから あるものから、U から U を想像したのではなくて、見えぬ見えない、無の世界から U の世界が出てきたということです。見言葉によってえ想像されたわけですね。それが、聖書的な内容です。また、聖書ではアダムをどこで想像したという答え言葉は一つも書いてありません。アブラハムがイサクを捧げた山はあっています。正解なんですね モリアの山で捧げましたからそしてダビデが悔い改めて答えを受けたのもその山ではあっていますしかしエゼキエルの宮は救済シリーズ第11巻に出てきますよねエゼキエルの宮はこの世の中に建て上げられますけれどもしかし山あ人の手によって建て上げられる聖殿ではないと語っていますエゼキエルの宮はこの世に建て上げられるにもかかわらず人の手によって 作られるものではないわけですね。ですから、使徒行伝7章48節を見ると、主がおせられると、どんな家を私のために建てるのかと、私の憩いの場所はどれかと、天は私の王座、地は私の足台であると語っています。神様は手で作った家の中に住まれる方ではないわけなんですね。しかし、多くの人は、このイスラエルの中心にあるエルサレム、 そのエルサレムの中心にあるこの山の上にこの岩を通してえ岩のためにですねお互いに殺し合っているわけです。イザヤ28章16節を見るとこの岩について語っているんですね。それゆえ主なる神は言われると。見よ私はシオンに一つの石を据えてもといとしたと。これは試みを経た石。 固く据えた尊い隅の石である。信ずる者は慌てることはないと語っていますね。シオンのこの一つの石、それを信じれば慌てることはないと。しかし、この石は何を表していますか皆さん知っていますよね第一ペテロを通して語っていますよね 1> 第1ペテロ2章6節を見ると、1つの単語を変えています。聖書にこう書いてあると、見よ、私はシオンに選ばれた尊い石、炭の頭石を置く。それにより頼むものは、決して失望に終わることがないと語っていますよね。イザヤ書を見ると、それを信じる者と語っていますよね。英語では it と書いています。ある物質を意味していますけれども、 1> 第1ペテロでは、あの方と語っています。彼と語っているんですね。英語では彼と、ヒムと、人を表しているわけです。誰ですかイエス・キリストを表していますね。ですから、私たちは、これが本当の意思を表しているのではなく、イエス・キリストを表しているんだと。イエス・キリストが私たちの基礎の意思であり、また、墨の頭石であると語るわけです。しかし、人々は本当にその意思を意思だと考えて争っているわけです。 その土地,を土,地を土地に対して今争っているわけですよね。しかし私たちは何と書いています。聖書にはこの世の中のものではなく天のものを求めなさいと語っています。今争っている人たちはみんな旧約時代にとど、えー、まっている人たちなんですね。旧約時代に。間違って信じているわけです。そういう間違った信仰を持つことによって、 このような結果が今生まれてきているわけです。間違ったことを信じれば、間違ったもののために今争うわけです。世の終わりにもですね、惑わされないように気をつけなさいと語っていますよね。アマゲットの戦争に今起こすと語っていますけれども、私たちがしっかりと悟って、しっかりと信じなければいけません。惑わされてはいけないわけです。悪い例にですね。また、 大きな2番,目2番目に聖書的なエルサレムは何なのか見てみたいと思います。聖書的なエルサレム。聖書では2つのエルサレムを意味し表しています。ガラテア4章を見ると、ガラテア四章、25節から26節を見ると、ハガルといえばアラビアではシナイさんのことで今のエルサレムにあたる。なぜならそれは子たちと共に奴隷になっているからである。 しかし上なるエルサレムは自由の女であって私たちの母を指していると語っています。2つありますよね。1つは今のエルサレムと語っています。今のエルサレムというのはこの世の中にある物理的な場所、今争っているこのエルサレムのことを意味しているわけですね。しかし上にあるエルサレムと語っています。それは霊なるものであり天のエルサレムと語っているんですね。 聖書でこのエルサレムを区別して語ってはいません。ただエルサレムというわけです。ですから私たちは聖書を読むときもその文脈を通してこのエルサレムがどのエルサレムなのかこの世の中のエルサレムなのかまた天のエルサレムなのかをしっかりと区別して見なければいけないわけですね。では小さな一番目にこの世の中のエルサレムについて見てみましょう。 最初こののエルサレムというのは選ばれた場所でありますアブラハムもイサクを捧げまたダビデもこの場所をイスラエルの首都として立て上げた場所ですねダビデがイスラエルの全地の王になった時に分裂していたその国を一つとしてエルサレムを首都として契約の箱をそこに持ってきましたそして人々の心を一つとしたわけです そして神様を信じる信仰と一つにしたわけです。信仰にしたわけです。そしてエルサレムはここで答えられたことによって神様がエル,サレムでよエルサレムでその祈りに答えられたことを通してソロモンにですねその土地をまた与えてソロモンを通してその神様の宮を建てることができるようにしたわけです。そしてエルサレムは聖なる土地として聖なる地として 神の宮として,建て上げられたわけですよね。神様が共におられる場所として、えー、皆さん、えー、知られてきたわけですよね。しかしダビデとソロモンの後にですね、イスラエルの人々、イスラエルのすべての王はほとんど、えー、堕落していきました。そしてエルサレムもどん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 堕落していったわけですよね。その結果、エルサレムについて何と書いていますか エルサレムを叱る内容が多く記録されています例えばイザヤ1章21節を見るとかつて中心であった町どうして優女となったのかと昔は公平で満ち正義がそのうちに宿っていたのに今は人を殺すものばかりとなってしまったと語っていますエルサレムに対して語っている見言葉なんですね エルサレムについて多く叱られた方がイエス様でした。イエス様はこの地に来られて多くの言葉を語られましたけれども、ルカによる福音書13章34節を見ると、エルサレムよエルサレムよと、預言者たちを懲らし、お前たちに使わされた人々を意識してち殺す者よと、ちょうど面取りが翼の下に雛を集めるように、私はお前の子らを行くたび集めようとしたことであろうかと、それだらにお前たちは応じなかったと語っていますね。 エルサレムがイエス様を拒んだわけです。イエス・キリストを拒み、迫害し結、結局は十字架につけたわけですよね。また、ルカによる福音書19章41、42節から44節を見ると、ルカによる福音書19章42から見ると、もしよお前もこの日に平和をもたらす道をしていたならばと、それは今お前の目に隠されていると、平和,の平和をもたらす道を 持ってきたのにもかかわらずあなた方は小判だと43節を見るとお前を取り囲んで師匠から押し迫りまた周囲に墨を築き取り囲んでお前らの子たちを地に打ち倒し一つの石も他の石の上に残しておかないと語っていますそしてお前が神と神の訪れの時を知らないでいたからであると語っていますよね 今どうなっていますかイエス・キリストのこの予言通りに今世界が動いてきたわけです。そして44節を見るとこれはお前が神の訪れの時を知らないでいたからであると語っています。訪れの時これはえ訪問の時ということです。訪問の時エルサレムを訪問されたと。イエス・キリストが神様ですよね。イエス・キリストが来られることによって エルサレムに来られたわけですよね。しかしそれを神様を受け入れなかったと。神様が私たちの家に来たと考えてみてください。しかしそれが神様だと分からずに、もう迫害したり、なぜ今うちの来たのかと。出ていけと。そうやって言ったらどうなりますか神様は喜ばれますかエルサレムがそのようにイエス・キリストに対してしたわけです。ルカ21章を見ると、 ルカ21章24節を見ると、えー、このエルサレムは違法人の時期が満ちるまで彼らに踏みにじられていると語っています。違法人の時期が満ちるまでとこれはイエス・キリストが福音を伝えてエルサレムとユダヤ人に御言葉を語りその弟子も語ったにもかかわらずその福音,を伝え福音を受け入れませんでしたね。あなた方がこの福音を 拒むから私たちは違法のところに行くと言いましたねその時から教会の事態が今始まりこの違法まで私たちのところまで来たわけですこの違法人の時期を数をですね神様はあらかじめ定められたんですけれどもその数字が数がそだ満ちるまでエルサレムは継続して踏みにじられると予言しているわけです エルサレムの歴史を見てみると、えー、このエルサレムの主人が数十回、えー、変わったわけですね。最初はエブス人がエルサレムにいましたけれども、ダビデが来て、イスラエルのためにせ、えーえー、戦略しましたね。そして、えー、パビロンにまた変わり、パビロンからまたペルシャ、ギリシャ、ローマとまたアラブの主人となり、また、 オースマン帝国やそして第1次世界戦争の次にですねイギリスがそして結局1938年にイスラエルに戻ったわけですね歴史を見てみると継続してその土地がですね主人が変わるわけですそしてその最後の時第3次世界大戦が始まると多くの人は予言しているわけですね しかし神様はこのエルサレムこの世の中のエルサレムがイエス・キリストを迫害し十字架にかけた後にはそこをエルサレムと考えていないと語っておられます黙示録11章波説を見ると彼らの死体はソドムやエジプトに例えられている大いなる都の王道にさらされると彼らの主も この都で十字架につけられたのであると語っていますね。イエス様はエルサレムで十字架にかけられました。しかしその場所をエルサレムと語らず、そこをソドムであり、またエジプトであると語っているわけです。その場所をもうエルサレムと考えていないと語っておられるわけですね。では2番目に、小さな2番目に、天のエルサレムについて見てみましょう。天のエルサレム。 ヘブル12章22節から24節を見るとしかしあなた方に近づいているのはシオンの山生ける神の都天にあるエルサレムと無数の天使の集会また天に登録されている朝子たちの教会と万民の審判者なる神全うされた基人の例であるとまた新しい契約の中保者イエス並べに アベルの血よりも力強く語るそれがそがれた血であると語っています。ヘブル書はもともとユダヤ人であった人たちがイエスを信じてキリスト教者となった人、クリスチャンとなった人に語られた語伝えられた手紙であります。イエスを信じるヘブル人,へに,ヘブル人に伝えられた手紙なんですね。 その人たちに語っているわけです。あなた方に近づいているのはと。その当時、この地にいる信徒に向かって言っているわけです。あなた方が今いる場所は天にあるエルサレムであると。皆さんよく考えてみてください。天のエルサレムは死んでから行く場所であると考えるわけですよね。皆さん。しかしヘブルビトへの手紙では、 今あなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都であり天にあるエルサレムだと語っているわけです。これはどういうことかというと、この世の中で生きている信徒も皆、イエス・キリストをしっかりと信じるならば、天のエルサレムにもうすでに到着しているのと同じだと語っているわけです。この世の中で生きている信徒も、また ている信じている信徒もみなまたもうすでに死んで天に昇っている信徒たちもみな天の,天のこのエルサレムにもう到着していると語っているんですね二十三節を見ると全うされた基人の霊と語っていますよね全うされた基人の霊その基人の霊がまた天にあるエルサレムに共にいると語っているわけですヘブル十二章十八節を見ると この場所は手で触れることができる場所であると。天にある場所ですけれども、死んでから行く場所ではないと語っているんですね。信仰があれば、えー、行くことができる場所であると。それを、長、え、州、ー、たちの教会であると。長子たちの教会皆さん、今ここにあるこの場所が、 天のエルサレムであるということを信じてください。信じれば私たちは見ることはできるわけです。そうすれば死は恐れるものとはならないわけですよね。私たちに死は何でもありません。恐れる必要がないわけです。そこが天のエルサレムであります。今中東で争っているエルサレムが神様が言っておられるエルサレムではないわけです。 では大きな3つ目に私たちのエルサレムがあります。私のエルサレム。このエルサレムはどこでしょうかまず1つ目に、御言葉が語られる場所がエルサレムです。先ほど言いましたよね、エルサレムというのは、長子たちの教会であると。教会が御言葉を語られる場所です。いざや2章3節を見ても、えー、神様の御言葉はエルサレムから出ると語っていますよね。 神様の御言葉が語られる場所、そこが教会であります。教会がエルサレムなんですね。ですから私たちがどこに行くにしても、天のエルサレムを探さなければいけません。ニューヨークにおられるならば、このエバーグリーン教会に、私たちの教会に来なければいけませんし、いつも天の教会、神様の教会に行かなければいけません。そして2番目は、アブラハムとダビデのような、 全き信仰と悔い改めががある場所エルサレムですアブラハムとダビデのような全く信仰とまた悔い改めがある場所,る場所ソロモンの宮はアブラハムの信仰とまたダビデの悔い改めのその元井の上に建て上げたわけです神様は手で作った建物におられるわけではありません旧約の建物この手で作った建物というものは、えー 今で言う私たちの体自体を表しています。第一コリントを見ると、あなた方の体自体があなた方一人一人が神様の宮だと語っています。ソロモの宮というものは私たち自身が神の宮として立て上げられなければいけないことを意味しているわけです。私たち一人一人の体が私たち信徒一人一人が タビデイのような、またソロモンの宮のようなそういう聖殿として建て上げられなければいけないことを意味するわけです。アブラハムの信仰は、モリアの山で築き上げられましたよね。遺サを捧げることによって。そして、アブラハムはその場所をアドナイエレと語りましたよね。創世紀22章14節にあります。アブラハムはその土地をアドナイエレと呼んだと。 これにより人々は今日もなお、主の山に備えありと言うと語っていますよね。このアドナイエレというのは、主がえ見られるという意味です。主が見られると。主は見ておられると。神様が私たちを、いつも私たちを見ているんだなと。そういう負担なような、負担になる言葉ではなく、私たちをいつも見て、私たちを助けてくださるという意味です。アブラハムのように信じる神道を すべて見ておられて、何が必要なのか、何がえ必要で、何がえ私たちにえあるべきなのかをすべて知って、すべて備えてくださるということです。それがアドナイエレなんですね。私たちがアブラハムのような信仰を持つことによって、またその信仰の上に宮を建て上げるならば、このようなアドナイエレの祝福が与えられることを信じてください。また3つ目は、神様が保護される民であります。 神様が保護してくださる人々、民がエルサレムなんですね。共同体がエルサレムです。私たちがその共同体の中に入らなければいけません。詩編125編、2節を見ると、山がエルサレムを囲んでいるように、主は今から常習にその民を囲まれると語っていますよね。 山々がエルサレムを囲んでいると。それは比喩であります、たとえ。そのように主が、神様が今から常しえまでその民を囲まれると。実際的には、神様の民が誠のエルサレムだと語っているわけですよね。誠のエルサレムは神の民であると。ですから、詩幣122編。 7節のように、その共同体の中には平安があり、また境があるんだと語っているわけです。神様が私たちを囲まれて、サビブサビブと、いつも守ってくださるわけですから、そこに平安があり、そこにまた安全があり、境があるわけですよね。しかし、この世の中のエルサレムという地域には平安がありません。平和がないわけです。また、詩幣122編12、3節を見ると、 えー、この場所を建てられているエルサレムだと語っています。刺激、えー、連なった町と、えーえー、ヘブル語でハバルというんですけれども、えー、連合すると、またつながっているという意味であります。ですから しっかりとつながって連合されている町々それは建物ではなくて人々その共同体の姿を意味しているんですねその共同体はもう団結して一つとなって神様のために暮らす者たちであると同じ信仰を持って同じ礼を持って同じ御言葉を中心として連合している共同体を 誠のエルサレムだと聖書は語っているわけですね。エペソ4章4節から6節を見ると、えー、体は1つ、見たまま1つであると。あなた方が召されたのは1つの望みを目指して召されたのと同様である。主は1つであり、信仰は1つであり、バプテスマは1つであると。すべてのものの上にあり、すべてのもの,のを貫き、すべてのものの内にあると。そして、 すべてのものの父なる神は一つであると語っています。ですから、父なる神の中で一つとなっている共同体、それがエルサレムなわけですよね。では結論的に、目視録21章4節を見ると、新しいエルサレムが来ると語っています。それが天のエルサレムですね。目視録21章4節を見ると、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。 もはや死もなく悲しみもなく叫びも痛みもないと先のものがすでに過ぎ去ったからであると新しいエルサレムこれは天のエルサレムというものは涙もなく悲しみも痛みも死もない場所でありますこのようなエルサレムを私たちは期待して待ち望んでいるわけですけれども信仰があるものはこの世の中でもすでにその場所に入っておりその祝福をもうすでに 体験すするると語っているわけです皆さんえ子供の時日曜学校で学んだと思いますけれどもお金では入れない神の国だとえ語っていますよねその歌の歌詞を見てみるとえお金ではいけない神の国また力でいけない神の国と信仰によっていける国と語っていますまた知識でもいけず また、信仰によって生まれ変わっていく場所であると語っています。三節にも、三、えー、節にも、えー、美,人美男、美女だから行く,行くことはできないと語っているんですね。また、心が優しくても、うん、行けないと語っています。多くの人は優しく、良い暮らしをすれば、えー、行けると考えますけど、そうではないわけです。 心がよくてもいけないわけです。生まれ変わり、信仰によって生まれ変わって、えー、から行く場所が天の国だと語るわけですよね。私たちは皆さん、天国に今、もうすでに入っていることを信じてください。アブラハムの信仰が死に打ち勝つ,死に打ち勝つ信仰だったわけですよね。死んでもまた生きると死に打ち勝つ信仰それがアブラハムの信仰です。 ですから、聖書ではアブラハムに向かってあなたは生きているものだと語っておられるわけですよね。ですから、私たちもそのような信仰を持って生きた信仰の持ち主となって私たちの教会と家庭とまた個人の暮らしがすべて神様の平安と栄えが満ち満ちるそういう天のエルサレムとして暮らしていく皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。祈ります。 愛すする地なるな神様感謝いたします聖なる主の日私たちをこの天のエルサレムに導いてくださり誠の神様の御言葉天の糧を私たちに与えてくださることを感謝いたします信仰によって毎日天のエルサレムに向かって天のエルサレムに私たちの足を導いてくださり死も悲しみも叫びも痛みも 何もないそういう場所でいつも暮らしていくことができるよう祝福してください。この世の中は私たちをこの世の中に連れて行こうとしますけれども私たちはしっかりと信仰をつかみ信仰を持って御言葉をつかみいつも天に向かって前進していくことができるようどうか私たちを導いてください。また祈るたびに全ての祈りに応えてくださり。 私たちに必要なものをすべて備えてくださる、アドナイエレの祝福によって私たちが満たされることができるよう祝福してください。私たちの家庭ごとに神様の恵みと祝福、またこの世の中の祝福によって満たしてくださることができるよう導いてください。私たちが祈ったすべてのことを神様あらかじめ知って与えてくださることを信じて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン